次は佐治川ダムに行きます。佐治川ダムはね、さっき言ってた、桃谷ダムの、ダムカードも一緒にもらう予定にしてます。1時間ぐらいねかかるみたいなんで、もうしばらくね、どんな感じやねんってことやけど、ならまだね、大丈夫ですね。下りかな、下りはね、しびれるのよね。だいぶね、山の中に入ってきてます。もうあと、何分だろう、3分ぐらいかな。で、佐治川ダムに到着予定です、ね。さっきの男はね、景色の良いルートでとか言って言われたんだけど、まあまあまあ、山がこう連なって、こう連山っていうような感じの、まあなんか日本の原風景みたいな、そんな感じのところではありました。
像か。佐治川ダムです。こっちから撮れるんだ。たまにはこっから撮ってみっかな。おー、いけ、しまった。これはいけ。ゆっくりしょ。たまにはたまにはこういう写真も撮ってたな。よし、よし、無理だぜ。あー、マジか。いや、無理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 。しまった。
このまま乗れたらいいんだけどな。いらんとこで止まるんじゃなかった。やっぱ左が下がってるのは怖いわ。もう橋も怖いけど、橋じゃないや、ダムも怖いけど、はあ、疲れた。あった、ありがとうございます。ということは、もうめっちゃ苦労した。これは本当にダムです。これが佐治川ダム。あ、暑かった。死ぬかもだ。至らんことしちゃいけなかった。11時半、佐治川ダムでした。次、東郷ダム。